ではスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはトリノ、オーネン、ギルス、ビレリ、ルイコスナ、ユーロビッチ、デコパ、ソマーノ、ニアチ、ルカイーン、オノルコ、リケップ。続いてマルセイユ、トナト、ルナム、デノロー、ガヤ、ルオンロー、ブロンド、ルオイ、ピレフ、モールス、デュマリー、ラバネイ。いよいよキックオフです。画面に向かって左から右へ攻めるのがトリノ、反対に右から左へ攻めるのがマルセイユ、ユーロビッチ、デュマリー、中へ上げた、モールス、大きくクリアしました。ルイコスナ、パスをつないで様子を伺います。モールス、スローインです。デコパ、ニアチ、デコパ、細かくつないでルイコスナ、デュマリー、カット、ニアチ、繋がりません。ピレク、デュマリー、シュート。綾野さん、惜しいシュートでしたね。今のは決めて欲しかったですね。ピレク、さあどう攻めるのか。ここでカット、ギルス、カット、ふわっと上げる、素早いパス回し、ソマーノ、ロビング、ヘディングでクリア。フリーキックを得ました。ルイコスナ、これはゴールキック、狙いすぎたようです。ラバネイ、繋がりません。ここでカット、モールス、ソマーン、インターセプト、ギルス、シュート、ゴー。さあもう一度見てみましょう。ギルス、一旦戻す、ルオイ、ガヤ、中へ放り込む、よくしのいだ。ラバネイ、モールス、ルオンド、守り切った、ルオイ、トリノ、つながりません。パスを回す、ドリブル突破、ファーサイド、デコ、キーパー正面、もう一度見てみましょう。蹴り込んだ、ヒレク、
交代選手がピッチサイドでウォーミングアップを始めました。ラマネイ、モーリス、スルー、高く上げた、シュート、ボールハウスに嫌われた。ヒレク、カマナ、切れまくってます。アコスタ、ギルス、細かくつないで、デュマリー、ユーロビッチ、ギルス、ニアチ、ギルス、折り返す、シュート、ディフェンダーも必死です。ニアチ、中へ放り込む、キーパーファンブル、コーナーキックです。いや惜しい、しかし感じていますね、お互い。そうですね、この2人も決まった、ゴー、見たか、ゴー。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ、ルイコスナ、カマラ、さあどう攻めるのか、スルー、ギルス、モーリス、シュート、ここで前半終了。声援は一旦小康状態になりましたが、ここ放送席でもサポーターの熱気は必死した。さあ後半戦が始まります。ユーロビッチ、オーネン、シュート、キーパーに、方向へのパス、ギルス、ニアチ、放り込んできた、おっとここからシュート、しかしこれは決まらずゴールキックになりました。ブオンド、ビレア、合わせた、ファーサイド、レコ、これはゴールキック、助かりました。ヒレク、オーネン、フィニッシュまで持っていけません。右へサイドチェンジ、デュマ、ゴール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 。さあもう一度見てみましょう。スロー VT、 ビレリ、
ゴールマウスに嫌われた。ギルス、ビレイ、ブオイ、モールス、これはファールでしょう。モールス、素早いパス回し、ギルス、キーパー飛び出してきた。スローインです。おっと、選手の交代が行われる模様です。中へ放り込む。ガヤ、スローイン。ユーロビッチ、試合時間は75分が過ぎました。カット、ブオイ、ギルス、出た。オーネン、放り込んできた。ソマール、さあここからどう攻める。上げてきた、大きく前方にクリア。キラーパスになるのか。オーネン、中へ上げた。ソマール、プレス、コーナーキックを得ました。さあチャンス到来。ハイボールを競り合い、ここでスライディング。ドリブル突破、折り返す。ニアチ、中へ放り込む。シュート、パンチング。これはコーナーキック。怒涛のような波状攻撃。さあチャンス到来。ヘディングでクリア。ビレリ、シュート。ドリブル突破、厳しいチェック。あんた、ホナト、ビレリ、センタリング、シュート。ゴール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 。ゴール前での模様を今一度ご覧ください。ギルス、ヘディングでクリア。カマン、ホイッスルが鳴りました。試合終了です。トリン圧勝です。そろそろお別れ。We'll be right back.